さて今日ご紹介するのはこちらの市ですね。朝来市です。人口はおよそ2万9000人、兵庫県の北部に位置していまして、阪神間や播磨地域から高速道路でつながる但馬地域の玄関口なんですね。で、天空の城とも言われる武田城跡が有名な町です。ここからは朝来市の藤岡勇市長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが藤岡市長、こちらのマスコットキャラクター目を引きます。チャスリンという名前なんですね。はい、はいはい、どんなキャラクターでしょうか。はい、チャスリンは推定1600歳の男の子で、現在は朝来市の観光交流課の PR 担当などさまざまな仕事をしてくれているんです。髪の毛の緑色がまた印象的ですね。はい、実はチャスリンは朝来市の特産品の岩津ネギを食べ過ぎて緑、髪が緑になったという噂でございます。また耳のところで言った水らを回転して飛ぶということもあるらしいです。美味しいネギ食べ過ぎて緑色の髪の毛ってねあのみかん食べ過ぎてオレンジになるみたいな感じかなでもあれですよ ね、 すね、マスコットキャラクターで3歳4歳5歳今まで多かったですけど、はい、1000年こう超えてるんですね。そうです、1600歳、ね、今までないですね。ないですね、うん、ないパターン、長生きですね、はい、そう、歴史ある、まあ、そんな街ですけれども、はい、さあ、ここで今日の良いとこラインナップご覧いただきますが、こちらですね、3つありますが、まずは1つ目、つながる歴史ときましたが、藤岡市長、これはどういうことですか。はい、朝来市は4つの町が合併してできた町で、旧山東町には茶すり山古墳、旧生野町には生野銀山、旧和田山町には武田城跡、旧朝来町には三子端千光城跡など、古代から近代までの歴史的文化遺産があります。いやー、さまざまな見どころがありますけれども、まさに歴史のつながりというところですが、小林さん、気になるところありました？なんといってもやっぱ武田城跡ですよね。武田城跡ね。生でこの雲海を見たことがないので。そうなんですね。ありますか？学生時代に一度行ったことがあるんですが、感動した覚えがありますね、はい。で、こちらの旧朝来町の、これはどういった場所なんですか？三子端千光城跡、はい、教えてもらえますか？はい、あの明治時代は銀の鉱山として開拓されていましたが、大正時代になると閉山し、隣町の明延鉱山の鉱石を選定する選鉱施設として建設されました。山の斜面を利用した機械選鉱場は規模産出量とも東洋一、また不夜城とも言われております。これまた歴史的にも素晴らしいものですよね、うん、ぜひ見に行ってみたいなというところがたくさんありますが、さて続いての項目参りましょう。こちらです。市長に聞いてみた朝来市あるあるとありますが、そう、ネギは甘いものというのが朝来市民の常識だそうなんですが、あ、藤岡市長、なんか収穫されました？はい今収穫してきまして、これは冬の特産品の岩津ネギじゃなくてネギのぬいぐるみでございます。ぬいぐるみなんですね。はい、はあ、甘いネギというのがその岩津ネギですね、まさに。そうです。はい、昼夜の温度差が大きい冬の朝来市で、深い雪や霜にさらされながら育つことで、香り豊かな甘さと柔らかさが増してきます。ですからいつでも食べている市民は他のネギを辛く感じてしまうと思っております。贅沢ですね。そうですね、小林さんも岩津ネギにはちょっと、はい、一言あるっていう話ですね。で、両親がこう田んぼをやってる時に、はい、岩津ネギの苗を毎年買いに、もういつも電話して、もう入荷したかっていうのを聞いて、あの朝来の方に買い付けに行って、でそれを、ね、育てて、それを食べてこれだけ早く走れるようになりましたから。そうなんですね。でも岩津ネギのこの茎の部分っていうのですね、はい、ここ太い、めちゃくちゃ太いので、他のネギと比べるともう火にならないぐらい で、うん、で切るとなんかドローってこう、そうですね、はい、甘みがプロって出てきます。出てくるんですよね。もう本当に焼くだけでもうシンプルイズベストですよ。美味しいですよ、うん、小林さん詳しいですね、本当にね。夏ネギ食べると本当ね、他食べれないぐらいの甘さを感じますね。オリンピアンを作ったのは朝来市の岩津ネギと言っても過言じゃないです。いやいや、市長、
あの岩津ネギ地元の方市長を含めて、はい、食べ方っていうのはどうです？やはり田島が誇る田島牛と合わせてのすき焼き、これが一番おいしいで食べていただきたいと思っております。しかし岩津ネギをメインとした天ぷらにしたり、シンプルに焼いてみるとより一層岩津ネギのそのもみのうまみと甘みが味わえますね。やっぱり小林さんもおっしゃったシンプルにベストっていう考え方もありますね。あとね、加工品も結構今出てて、ドレッシングみたいなものだったりとか、味噌で混ぜてるものだったり、あと餃子とかも、はい、あの夜と売ってるので、そう、はい、朝ごの方行くといろんなもの発見ありますね。私もあの良いとこリレーの中継で朝ごし行かせてもらったりするんですけど、はい、あの岩津ネギラー油とかね、餃子とかね、そう道の駅とかにもたくさん売ってて、はい、うん、これはもうどれも欲しくなる、はい、美味しいものが揃っているという、そんな朝ごしの魅力を伝えていただいておりますが、では最後はこちら、これを言わせて朝ごしの41押しということで、地域の知る人ぞ知る一押しをご紹介しましょう。それでは藤岡市長お願いいたします。はい、朝ごしの41押しは立雲峡の光の道展望所です。おこれはどういう場所ですか、市長？はい、武田城跡の向かいの山に立雲峡テラスという武田城跡を一望できる展望台を整備しているのですが、今年その場所に光の道展望所を設置させていただきました。今映像をご覧いただいてますが、こちらですよね。はい、市長、光の道と言いますと、ちょっとはこのモニュメントですが、見る角度によって武田城跡に続く光の道のようにこう見えませんか？なるほど、つながっているように見えますよね。こうやってまた今写真撮ってね、SNS に上げたり友人に送ったりなんていうのは流行ってますしね。そうですね。やっぱり現地に行くとまた違ったものも見られるんじゃないですか？はい、あの現地に行くとまた見え方が変わってきますので、はい、ぜひ一度武田城跡に光の道に見に来ていただきたいと思います。わ、綺麗。武田城跡にぐっと道が、ね、伸びてますもんね。で、秋も深まってきますと雲海が現れて、ご覧のように立雲峡からは幻想的な眺めが見られるんですよね。すごいな、これ。これってあのよく見れるものなんですか？大体あの雲海は、はい、まあ、10月から、まあ、12月までが大体こう見える時期でございますので、これから、まあ、あのもうちょっと先、シーズン先ですけど、はい、そうですね、10月頃から雲海が見れます。はい、気温も少し下がって、ね、うん、こう出かけるのにもこう、そうですね、いい季節になってきますからね。はい、うん、小林さんもぜひ、ね、秋の武田城跡 ね、はい、紅葉の時期なんですね。わ、こんな写真撮りたいですね。撮りたい、すごい、自慢できますよこれ撮ったら。はい、いいな、久しぶりに行ってみようかなという魅力的な武田城跡の、ね、写真もご覧いただきました。ではですね、朝ごしの魅力を引き続きお伝えしてまいりますが、ここで最近キャッチプラスで放送しました朝ごしの話題をお届けします。まずはこちらです。朝ごしで6月ですね、地元の小学生たちが先ほどありました特産の岩津ネギの植え付けを体験しましたね。岩津ネギの植え付け体験は子どもたちに特産品への愛情を深めてもらおうと、朝子市が地元農家と連携し毎年行っているもので、この日は中川小学校の3年生の児童16人が参加しました。岩津ネギは江戸時代から栽培が始まったとされ、豊かな香りと甘さ、そして柔らかさが特徴なんですね。児童たちは小学校の隣にある体験学習用の畑で生産農家から指導を受けながら、20センチほどの長さの苗およそ800本を植え付けました。うん、家でも食べる？うん。あ、本当。どういう風にして食べるのが好き？なんかお鍋とか入れる。どんな風にして食べるの？焼いて食べる。焼いて食べる。天ぷらとか。天ぷらね。いいね。すごい楽しくこう植えてもらって、まあ、これがいい体験になって、まあ、子どもたちがこう将来こう就職した時とか友達にこういうふうなネギがあるんだよって紹介してもらえたらいいなと思ってます。植え付けたネギは80センチほどの長さに成長するということで、12月頃に収穫体験も行われ、子どもたちが調理実習でお好み焼きなどにして食べるということです。
ね、まさに地元の子が収穫をして食べる、これは市長いい体験ですよね。そうですね、私も岩津ネギを作っておりますが、やはり子どもたち、将来時代を担う子どもたちにもこういう体験をするのは大事なことだと思っております。市長も作られてるんですね。はい、もうわずかですけど。あ、そうなんですね。本当に市民の食べ物ですよね。そして、岩津ネギの話は先ほど小林さんもたくさんいただきましたので、はい、次はオオサンショウウオの生態学ぼうというニュースですね、お伝えしましょうか。こちらはオオサンショウウオが生息する朝来市の豊かな自然に触れてもらおうと企画され、生野中学校の2年生14人が参加しました。市内でオオサンショウウオの管理研究を行っている日本半崎研究所の岡田澄夫理事長が講師を務めました。生徒たちはまず学校の前を流れる川に入り、網で捕まえた水生昆虫や魚を観察。その後、網にかかったオオサンショウウオの体の計測などを手伝ったり、個体識別用のマイクロチップを注射器で埋め込む作業を見学しました。痛くないよね。思ったよりもなんか表面が表面とかザラザラしてたり、なんかデコボコしてたんで思ったよりは違かったです。川とか行ったらすぐ見れるんですけど、他の地域からしたら、まあ、そのあんま見れない生物だと思うので大切にしたいなと思います。という国の特別天然記念物オオサンショウウオもね、住んでいるという自然豊かな町ですね。いや、なんかそれ以上に川がね、ああやって身近にあって、うん、夏場とかこう今夏休みじゃないですか、はい、家でプールするんですけど、やっぱ暑くて、はい、ああやって川で自然でこう遊べるような場所もたくさん朝ごってあるんですか。はい、魚ヶ滝キャンプ場というのがありまして、うん、まあ、そこでも子どもたちが天然のプールということで川遊びするような施設もございます。もう自然豊かで、うん、結婚式の動画をどこか撮りに行こうということで、うん、旦那と決めた場所がその朝子のフォレストアドベンチャーに行ったんですよ。はい、でそこで安全ベルトをつけてお互いの名前を叫んで、うん、動画で流すっていうことをしたんですけど、朝子様様で、はい、夫婦円満でございます。あ、何よりです、はい、小林由里子さんと朝子のつながり非常に深いものがあるということであります。さあ今日のゲストは朝来市の藤岡市長ですが、市長最後にメッセージいただけますか。はい、わかりました。8月30日まで朝来芸術森美術館で新山本二等展が開催されています。世界に誇る山本市が朝来市の歴史的風景を描かれています。また朝来市は市民全員を参加対象としている朝来未来会議を開催するなど、歴史のつながりと同じように人と人とのつながりを大切にしています。この夏休み、ぜひ私たちの町朝来市にお越しください。そして町と人を好きになっていただいたら、朝来市に住んでみませんか。ぜひ皆さん朝来市に遊びに行って住んでみるというのも手かもしれませんね。はい、ここまで以上兵庫ぐるっと良いところリレーをお届けしました。いや、小林さん、今日はもう朝来の魅力たっぷりの30分になりました、はい、ね、なんかネギが食べたくなった、ね、でもまだこれからなんですね、成長していくのがネギは。これから12月収穫ですもんね、ね、甘みが増すということですから、はい、ぜひ皆様遊びに行ってください。さあ次回は8月22日伊丹市の藤原康之市長にお越しいただく予定となっております。今日は朝来市の藤岡勇市長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。